みなさんこんばんはディードールブラックスイキングトケです今日の東京都なんですが、非常に残念としか言いません。もうグとも言い訳ありリせん。感染者に本当に泣いたままとも言いすが、この不登記ボイベが、何て苦労してくれたんですかはい。何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今まさにオーバーシュートの局面を大幅に超えております。クラスターと効果、感染経路、不明者が多い。るやはり夜の街が原因と考えられます。私だったら、はい。 医療はすでに壊滅宇宙消滅のカウントダウンはもう始まっております。はい。もはやもう第三次世界大戦と言っていいでしょう。はい。何度も言ってますよ。医療はすでに壊滅状態ですよ。分かっててください。はい。うん。ありえない話でございます。はい。もう泣きたいくらい言葉にならないです。本当に収束は年内、収、年内というか、本当に春必ず収束してみせます。ライン何でも、はい。 そこへ新型コアシーシェーブをチェックして、あいみょんさんで、もぎのくまさん聞いてください。初めてそうなった時のことを思い出して、死にそうになっている。薄っぺらかったよ、全部。すぐに破けてしまうくらいの薄さでつながってた。朝方乾いたファンデーションと口紅でさらに泣き出した。死ぬほど愛してる。 分厚いここで傷してる。それくらいの覚悟がないと、また泣くことになるからね。それでもやっぱり苦しい、苦しい。あなたという海に溺れている。泣いても、もがいても、進まない距離も関係も。 初めてぶち切れた時のことも今さら振り返して死にそうになっている腹が立ってたのは事実それに悔しくてたまらなかった都合よく使われてそれからやっぱり悲しい悲しいあなたという森でさまよって歩いても 年取っても進まない子供の物語は、諦めがつくような出会いがあれば、私もすぐに乗り換えるかもしれないよ。 こうしてすそばかりをついては何度もあなたを追いかけたわ叫んでも転んじゃってもお構いなしに離れてくそれでもやっぱり苦しい 苦しい、あなたという、海に溺れている。泳いでも、もがいても、進まない、距離も関係も。ですから、なんも言います外出しないでください県をまたく移動もお許くださいガイドインタビューをお許くださいエッセンシャルワーク海外はもう議論の東京議員は来ないでください !Stay home! バイバイ